あそこだな。黒い霧も出ている。あの数ならかわせそうだ。コロニー4の人たち無事だよね。ここ数日あの光は見てないわ。おそらく無事のはず。急ごう。僕たちが失政官を倒した情報は伝わっているはずだ。見せしめにいつ撃たれたとしてもおかしくない。私たちが乗り込んでくるだなんて思っちゃいないだろうしな。さっさと潜入してちゃっちゃとぶっ壊して大さらばさ。もしかしたら俺たちの行動全部読まれてるのかも。なんだって、まさか。ならなぜエセルたちはあの場所に現れた。偶然とは思えない。ひょっとしたらエセルの洞察力だったのかもしれないが、楽観視はしない方がいい。罠ってこと？ならやめちまう？いや、行こう。ここまで来て引き返したらそれこそエセルたちの命が無駄になる。出たとこ勝負ってわけか。ダメかな。いや、むしろ今は好みさ。言った通りたくさんコンテナがあるね。確かにあれなら潜り込めそうですもん。もう一度確認だ。まずはあのコンテナのところまで隠れていく。ここまではいい？万が一衛兵に見つかったら音もなく速やかにダウンさせる。内部へと入ったら頃合いを見計らって格納庫内へ移動。目的地はここ。外郭へと続く整備用ハッチね。ここから外縁部に向かうも。そうだ、比較的監視が緩い外縁部からアナイアレイターの基部に向かう。基部まで行けたとしてどうやってぶっ壊す？そこから先は僕が説明しよう。ボレアリスから受け取ったデータを検証した結果、アナイアレーターの構造的弱点を発見した。弱点も？ああ、これだ。アナイアレーターは黒い霧を一度不活性化させ、それを集約し一気に放つ構造になっている。エネルギー源である不活性化装置を破壊できればそれに越したことはないが、これはキャッスルの中心部にあってたどり着くのは容易じゃない。そこでこの方針基部にあるオートバランサーを破壊する。おそらく急増だったんだろう。稼働方針が固定されているこの外郭リングの強度では方針の重量と発射の際の反動を吸収しきれないんだ。そのためにこのオートバランサーが後付けで付け加えられた。つまりそいつをぶっ壊しさえすれば、支えを失った外郭リングが崩壊し方針は自重で落下する。オートバランサーの強度は大したことない？ウロボロスであれば破壊可能だ。ねえ、これは何？方針の冷却機構だな。砲には膨大なエネルギーが流れる。強制的に冷却しなければ暴走する。それの抑制装置だ。随分とでっかいんだな。そいつも急増品らしい。ゆえに重量はかなりのものだ。小さくできなかったんだろうな。急増品ね。さてと、これで決まったな。ああ、のんびりはしていられない。すぐに実行しよう。
備用ハッチの場所は？上層にある兵員待機区画だ。まずはあの昇降機に乗れる階層に行く必要があるな。監視はいないようだね。黒い霧結構出てましたもん。移動するなら今だな。とはいえここは屋内だ。慎重かつ迅速に移動しよう。ええ、もちろん。見えたもん。あれがアナイアレイターも。めちゃくちゃ大きいですもん。確かに、あんなので撃たれたらコロニーの2つや3つ一瞬で消し飛んでもおかしくない。急がないと、もし今動き始めたら。図面が正しければあの基部にオートバランサーがあるはずだ。それが目標だね。ああ、近くで見るとさらに大きいな。ノア、あれがオートバランサーだ。ああ、図面通りだな。んじゃ、やっちまいますか。セナ！わかってる！悪いがこいつを破壊させねえ。お前は！よう、久しぶりだな。メビウス、なんで俺たちのことが。頭悪いだろお前ら。確かに霧のせいで正確な場所までは分からんがな、大まかな場所ぐらいは分かんだよ。キャッスルエリアでお前らの反応が出りゃ、ただ通り過ぎるだけじゃねえってのはバカでも分かるぞ普通。いちいち勘に触るな、あいつ。上から目線ですもん。波長が合わねえんだろ。よかったじゃねえか。ヨラン、お前もいたのか。のとはちょっと違うみたいだけどね。ま、詳しくは N に聞いてよ。 N？ P と O をぶっ倒したってな。やるじゃねえか。バカだからね、あいつら。制限時間を超えてインタリンクするとかさ、バカの極みだよ。制限時間、やはりそうか。ま、あいつらと一戦交えたってんなら話はないや。つまりはそういうことだ。うん、そういうこと。なるほどな。どう？あの二人よりかっこいいでしょ。今度こそ勝てるもん。やってみなきゃわからん。やってみなきゃって半分はヨランだよ。んなことは承知だ。ノア、迷ってる暇はない。エセルのためにもアナイアレイターを破壊するんだ。アナイアレイターが動き出しましたもん。やばいもん、ノア。分かってる。早く壊さねえぞ。
ユーニ、どうしたユーニ。ユーニ、動きが遅いぞ。おめえ、前に会ってんな。何その目、怖えんだろ。この俺がわかんだぜ。何度でも殺してやるよ。行け、モード。どうかな。お待ち、バックダウン。やった。いや、いや、残念でした。僕を何とかしないとね。君たちに勝ち目はないよ。なら、あっちをやりゃいい。ミュウちゃん、そいつを押さえてて。分かったわ。突起はただの飾りじゃねえ。わずかな大気の流れでも探知する、いわばセンサーだ。この目で見なくても、おめえらの動きは手に取るようにわかるだろ。わかんねえみたいだな。キリコ、その通り。バックダウン。てめえ、最初からそれを。お前、私を舐めてたろ。ビビったと思い込んで
状況の変化を見落とした。ああビビったさ。だからって諦めたりはしねえ。いやいや、逃がすかよ。ユニ、やったのか。いや、奴に打ち込んだモンドの一辺、消滅した気配はない。おそらく逃げただろうな。そうか。ユニ、あいつと会ったことがあるのか。僕たちがウロボロスとなったあれより前に。わかんねえ、わかんねえけど、この体が覚えてるんだ。あいつは、あの爪は。なぜメビウスたちが存在するのか、それと関係しているのかもしれないな。だったら、それを知りて、知って、抜け出したい。粘りつくようなこの感触から。ユーニ。考えるのは後だ。今ここから脱出するのが先だ。そうだね。アナイアレーターは破壊できたけど、キャッスルが解放されたわけじゃない。おい、あれじゃ先に進めねえじゃねえか。キャッスルの外まで繋がってるんじゃなかったのかも。水路にあんなものがあるなんて。どのあたりだ、ここ。まだ中層のどこか。大丈夫、この少し先からまた水路が続いている。続いてるんならそこまで移動しよう。ああ、ねえ、本当にこっちで合ってる？様子変じゃない？ルートは間違ってない。ボレアリスから受け取った図面だと、この先に。なんかめちゃくちゃ豪勢な場所ですもん。いや、間違ってはいないけど、まずいぞここは。まずいってどういうこと？やっぱり。ここって教練の映像にあった。おい、やべえぞマジで。ノア、ここはもしかして。ああ、女王の名だ。まずいところじゃないもん。敵陣の真っ只中と言っていいもん。まだ気づかれていない。急いでここを離れよう。わかった。どうしたの？急がないと。ノア、何してんだよ、ノア！
なんつうか気味が悪いな。俺たちあんなだったか。鳥肌立ってきた。早く行こうぜ。あの人たち寝ているのかな。それともあれは、まさか。何、エセル。バカな、本当にエセルなのか。雰囲気は似てるけど、どう見ても一気の人だよ。いや、こいつはエセルだ。初めて会ったあの頃の。ああ、間違いねえ。初めて会った頃って何なんだ、ここは一体。これまで教わってきたよな、私たちは女王から生まれるって。君たちもか。え、タイオンたちも。僕たち兵士は女王から生まれ、戦い、そして女王へ帰る。女王メリア。あれがケベスの女王メリア。お帰りなさい、我が愛しき兵士たちよ。失政官ウロボロスたちよ、ここがメリア・エンシェント陛下の御前と知って足を踏み入れたのか。金色の執政官。なんだあいつは。これまでの執政官とは何かが違う。ミオ、用心しろ。ミオ。ごめん。どうした。ううん、何でもない、大丈夫。あの人、どこかで。なんだ、この感覚。私は、このイクセイとケベスを、世界を守護し続けてきました。その世界をあなた方は壊そうとしている。残念です。俺たちが世界を壊そうとしているだって。違うのですか。現にこれまであなた方はいくつものコロニーの日時計を破壊してきたではないですか。あれは仕方なく。仕方なく、仕方なく。そのようにして敵であるアグヌスと共にあるというのですか。だから抹殺しようとしたのか、俺たちを。エセルのコロニー4を。やはりウロボロスは世界にあだ名つけ、抹殺しなくては世界は滅びてしまう。アダナスってなんだよ。私たちはこれまでケベスのために戦ってきた、あんたに尽くしてきたんだ。なのになんで。答えてくれ女王。ケベスのために戦う、私のために尽くす。違うでしょう。あなた方は己のために戦ってきたのではないですか。その命を手放したくないから、ただそれだけのために。世界を破壊へと導くユロボン、我が意向の前に滅するがいい。それがあなたの意志なのか。女王陛下の意志ではない、世界の意志。何。そう、世界の安寧こそが全て。故に消し去るのです、ウロボロスを、この私の手で。
なんだよ、あの光の壁は。全く攻撃が通らないよ。な女王よ、希望は捨てたくないか。いいだろう。ならば見てみろ。私自らがその希望を断ち切って差し上げよう。なんだこいつ、俺の頭。なぜ、ノア、どうした？まだ終わってねえぞ。ブレイドを拾え。どうしちゃったの？大丈夫？因果だよ。因果、その名は何人たりとも逃れることはできない。あの剣、まさか。何事だ？執政官長殿、ロストナンバーズの襲撃です。ロストナンバーズだ。コロニーが狙われることはない。これ以上ここに留まる必要はないんだ。分かってるけど、ノア！分かった。
因果の流れ、この支柱から離れたか、それとも再びこの手に戻ってくるか。戻ってきたとしてどうするのです？決まっている。俺と君の時を作る。変わることのない二人の時を。